よし、じゃあ名声クエストやっていきましょう。新キラー、はい。村長の息子、農民たちの悩みの種行きましょう。瞬間移動？瞬間移動するか。また腰が。ああ、たたた、はあ、どうしたものか、大丈夫？おい、大丈夫か？ずいぶん痛そうだな。箱を移していたら腰を痛めてしまったんだ。大丈夫？腰が痛いなら家で休んだらいいじゃねえか。どうして外にいるんだ、ウケる。また腰が。よければ手を貸してくれないか。うまた腰が。やらなくちゃいけないことがあってね。大丈夫か？まあ俺たちも忙しいけどよ、おっさんの腰痛に免じて手を貸してやってもいいぜ、ウケる。あそこにいるブクブク太ったやつらが見えるか。うん、クワールね。うわ、完全に魔物じゃねえか。あいつらが盗み食いしやがったんだよ。村の農夫たちがどれほど苦労して育てたか。あれを退治してくれってことだよな。要は畑を荒らすプクワールたちを退治してくれってことだよな。このままじゃ我々は飢え死にしてしまう。その通りだ。自分で何とかしたいところだが、腰がこんな状態では。あいつらを退治してくれ。とにかく報酬を出すから、あいつらを退治してくれ。はい。農民たちの悩みの種、エスタバニア、ランク1。そよ風村のプクワールを撲滅。はい、行きましょう。行こうぜ。ウィース。すごい。10体ね。ラスト。オッケー。おお、ありがとう。だいぶ数が減ったようだな。こいつは報酬だ。どうか受け取ってくれ。本当にありがとう。うん、いいってことよ。早く腰が良くなるといいな。おっさんこそな、受ける。サンキュー。はい、クリア。新機雷、つばくろ紹介、ビアード。ビアードのところ移動。瞬間移動。久しぶりだな。変わりはないか？うん、もちろん。俺たちはピンピンしてるぜ。また何か頼み事でもあんのか？頼み事なら腐るほどあるぞ。ここにはひっきりなしに依頼が来るんだ。そういえばお前さんは傭兵ライセンスが欲しいんじゃなかったのか？へえ、もう傭兵ライセンスなんていらないぜ。
俺たちは王様と騎士団長から直々に仕事を依頼されたんだからな。もう俺たちには必要ねえんだ。つば九郎商会の依頼をこなす必要はな。ルスラン陛下とエデリアン団長のことか。だが依頼をこなしていけばもっといい報酬が手に入るのだぞ。装備を新しく作るための素材も手に入るのだが、お前さんたちが魔物と戦うときに欠かせない装備を新しく作るための素材も手に入るのだがな。なんだって？装備を作るための素材？そうだとも。今回に限り特別な報酬を渡すとしよう。おお、本当に？おお、50も行きます。報酬？まあ旅には何かと金や物が必要になるからな。また依頼はやってやってもいいぜ。それを聞いて安心したよ。わしらもお前さんたちのような腕利きの冒険者が依頼を受けてくれるといろいろと助かるからな。つば九郎商会。エスタバニアのミニマップからつば九郎商会のビアードを訪ねましょう。つば九郎クエストを受注することができます。うん。つば九郎クエストをクリアすると成長に役立つ報酬を獲得できます。高ランクのクエストをクリアするほど豪華な報酬を獲得できます。やりたいクエストがない場合はクエスト更新を使用するとクエストリストを更新できます。つば九郎クエストは1日5回無償で進行可能です。またつば九郎商会の認定証をビアードのところへ持っていけば追加でつば九郎クエストを受注することができます。つば九郎商会の認定証は魔物討伐やクエスト報酬で獲得できます。はい、依頼を受けに行ってみましょう。はい。地下水路入り口のベッドン1、推奨戦闘力9378。いきます。あ、即時完了もできるんだ。9300あったよね。はい、 OK。 はい、移動。1日5回じゃ先やった方がいいよね。いいね。クエストクリアおめでとう。サンキュー。こいつもここなんだ。いいね。強い強い。
みんな楽しそう。おめでとう。はい、サンキュー。入り乱れてる。倒れてる。え、あ、でもプレイヤーじゃないのか。やば。武器結晶なんだ、すごい。五体です。防具結晶。戦士だからね、こいつの。あ、弓だ、弓弓。あ、弓いたいたいた。いないときは普通の戦士やるんだね。はい、ラッキー。サンキュー。クラスレベルアップレベル10。やったね。成長実績達成。地上最強の生物。エナジードリンク使用してから30分間、一般フィールドとカオスフィールドで魔物を倒すと獲得できる経験値とゴールドの獲得量と戦利品の確率が 700% 増加されます。へえ。はい、何メートルだ？あ、ここ？早い早い。あ、取り合いになってる。
すごいすごい。あと4体。ラスト2。はい、ラッキーありがとう。サンキュー。レッドの牙、あ、5個なんだ。じゃあいけるね。あ、いけるいける。あと2個。オッケー、サンキュー。つばくろ商会専属冒険者、行きましょう。終わったぞ。思ったより早かったな。ほら受け取れ。武器結晶とレシピだ、受け取れ。ありがとう。ところでお前さんたちは装備の作り方を知っているのか。知らない。いや全然知らねえ。おっさんが今から教えてくれるんだろ。受ける。厚かましいというか素直というか。さっき渡した素材を持って隣にある鍛冶屋黒い翼へ行け。はい。カラスのおっさん、そういえば装備を製作してるって言ってたな。そうとも。あいつが黒い翼の責任者、トゥンバだ。おお。つば黒のおっさん、ありがとな。また会おうぜ。よし、それじゃあ早いとこ頼みに行こうぜ。これからもつば黒紹介をよろしく頼むよ。はいよ。おお、お久しぶりですね。お元気でしたか。はい。この前はありがとうございました。配達を手伝っていただいたおかげでお客様の信用を失わずに済みました。うん。感謝の気持ちに装備の一つくらいサービスしてくれてもいいんだぜ。ぐへへ。商売ですからただで差し上げるわけにはいきません。ふふふ。ケチくせえな。素材を持ってきたからこれで装備を作ってくれよ。うん。それでしたら喜んで作らせていただきます。ちなみに結果はランダムで決まりますのでご了承ください。はい。いいものが出る可能性もあるってことだよな。グフフ、俺様の幸運を見せてやるぜ。決まってないのかよ。のが抜けてるね。新しい装備を作ってみましょう。はい。トゥンバはエスタバニアで名の知れた鍛冶職人です。装備レシピと装備結晶を渡すと新しい装備を製作してくれます。うん。装備製作素材はツバクロクエストへ魔物を討伐することで獲得できます。うん、オッケー。やってみましょう。はい。2、アイスブレイド1356。自分で装備を作ってみましょう。ご満足いただける結果でしたか。はい。どうやらこの店にはこれからも世話になりそうだな。まあまあだな。受ける。カラス商会は皆様の身近な存在であることがモットーです。今後ともよろしくお願いいたします。はい。つばくろクエストありがとう。
どれが一番強いんだ。サイコロイベントミッション、報酬が届きました。はい、ありがとう。あ、変わらないね。あ、変わらないどころじゃない、めっちゃ強いじゃん。は？アホみたいに強いじゃん。15倍ぐらい強いんだけど。やったね。はい、行きましょう。エルビナ、スターになろう。商業エリア？少し見ないうちに随分雰囲気が変わったわね。マジか。マジで？今は輝き始めているわ。前は荒い原石のような感じだったけど。あの女、絶対詐欺師かなんかだぜ。この前も思ってたけどよ、調子のいいこと言って金を出せとか言い出すに決まってんだ。豚さんはちょっと黙っててくれる？また豚って言いやがったな。どう？あなたスターを目指してみない？目指してみる。スターになろう。プラス10。写真を撮ってタイムラインに投稿する。ああ、なるほどね。で、今から何をすればいいんだ？うん。歌や踊りの練習か？講演か？今のトレンドを全然知らないのね。豚さんは？なんだと？そんなやり方は時代遅れって言ってるの。まずは写真を SNS に投稿してフォロワーをたくさん獲得するのよ。歌や踊りの練習はそれからでも遅くないわ。有名になるのが最優先。一体何のことだ？ SNS フォロワー一体何のことだ？受ける。それじゃあプロフィール写真を撮ってアップするわよ。タイムラインにね。ポーズを決めて写真撮影。へえ。チュートリアル？二の国の素敵な瞬間や風景を写真に残すことができます。うん。ステッカー、フレーム、フィルターなど様々な撮影機能を利用して二の国での素敵な思い出を写真に残しましょう。写真を撮りたいときはメインメニューに移動してください。ここから写真を。ポーズを撮りたいときはこのボタンをタップ。試しに手を振ってみましょう。ほい。ポーズが決まったので写真撮影に戻ります。シャッターを押して写真を撮ってみましょう。はい。ウケる。写真にメッセージを残してみましょう。撮った写真をタイムラインで友達にシェアしたり、携帯に保存することができます。それでは出発しましょう。写真をアップしたら反響を確認しなくちゃ。プロフィール画面からあなたのフォロワーを確認できるわよ。もちろんファンの管理も抜かりなくこなさないとダメよ。もちろんスターたるものフォローしてくれたファンとの交流管理なんかも抜かりなくこなさないとダメよ。ソーシャルメニューを確認してみましょう。コミュニティ、ソーシャル。ありがとうございます。二の国ではプレイヤーとつながれる SNS のようなソーシャル機能が存在します。手順メニュー、コミュニティ、ソーシャル。さまざまなソーシャル機能を通じて今の気分をシェアしたり、タイムラインを通じて二の国での近況をシェアして他のプレイヤーと交流してみましょう。思い出は永遠に。今私たちにできることは全部やったわ。あとはプロフィールを見た人が SNS で拡散してくれるのを待つだけね。結局大したことやってねえじゃんか。いろいろ偉そうなこと言ってたけどよ。時代遅れの豚さんはお黙り。きーてめえやっぱ詐欺師だろ。あなたには期待しているわ。
あなたならフフニャプロダクションの次のスターになれるから、これからも自分磨きを怠らないでね。うん、ありがとう。クラスレベルアップ11、やったね。2つ目のイマージェンスロット開放。イマージェンスロットが1つオープンしました。トラブルシューター、討伐クエスト。サンソン、サンソンのところへ。どこでもらうんだっけ、これか。あ、スキルレベル、あ、上げなきゃ。はい、レベルアップ。次14ね。おお、ちょうどよかった。こっちだ。急いでくれ、ごめんな。何かあったのか。急いでこっちに来いだなんて。つば九郎商会の依頼の件で来たんだろう。うん、うん、そうだ。その依頼の件で来てやったんだ。わざわざ依頼書に仲介してもらうまでもねえよ。どの道ここの名声が必要だろう、ゲル。では早速仕事に取り掛かってもらおうか。了解です。依頼内容をど忘れしちまったんだ。どういう依頼だっけ。めちゃくちゃ急いでたんで。うん、魔物退治さ。地下水路の魔物退治さ。最近水路のあちこちで大量の魔物が湧いてきて、保安隊の手に負えなくなってるんだ。うん、そうそう、思い出したぜ。地下水路の魔物を片付ければいいんだった。ん、まあいい、さっさと始めてくれ。実績報酬獲得か。成長、はい。実績ランク上昇。おお、やったね。ソーシャル、おお、やったやった。地下水路の魔物を倒すプラス50。いいね、行きましょう。その前に確認したいことがある。決して疑ってるわけではないのだが、近頃どうもパッとしない冒険者が多くてな。いや、その顔で疑ってないって言われてもな。お前たちの装備を見せてもらおうか。うん、依頼とは関係ねえだろ。装備を見せろだと。関係あるさ。近頃未熟な冒険者が増えてな。お前たちに万が一のことでもあったらこっちの仕事が増えるんでな。俺たちの腕が信用できねえとでも言うのかよ。いつもならつば九郎商会がベテランの冒険者をよこすはずだが、お前たちは新顔だからな。まあ事務手続きの一つだと思ってくれ。しっ、やっぱり疑ってやがる。今ここで手合わせするわけにもいかないし。身につけている装備を見てどの程度のレベルなのか判断するほかないだろ。まさかとは思うが。駆け出しの冒険者が使うような基本装備を使ってるなんてことはないよな。何言ってんだ、俺たちに限ってそんなことあったりする。はん、どうやら装備を鍛える必要があるな。なるほどね。装備の性能を上げたいときは装備錬磨に移動しましょう。はい、装備、装備錬磨、装備を鍛えよう。装備は錬磨剤または装備を使用してレベルアップできます。同じ属性の錬磨剤や装備を使用すると追加経験値を獲得できます。はい、まずはレベルアップを行う装備を選択。はい、装備のレベルアップ素材には他の装備や錬磨剤を使用します。ここでは錬磨剤を使用します。はい、錬磨剤を選択してください。錬磨剤は後でもう一つプレゼントしますので好きな装備にお使いください。数量から1個。はい、ボタンをタップすると装備レベルアップを行います。はい、おお、強くなったね。なるほどね。どうよ。どうだ、この装備だったら問題ねえだろ。うん、まあ旧大店ってところだな。死体を運ぶような惨事にはならなくて済みそうだ。魔物なんて素手で十分だぜ。なめんなよ。本当に素手で戦うようなバカな真似はするなよ。それじゃあ出発してくれ。はい、行くぜ。
早いぞ。10体でいいんだ、適当にね。もうめっちゃ強くなってるよ。うん、あっという間に終わるよね。一回ガチャできたのがでかいな。はい、戻ります。トップランナーってすごい。ご苦労だったな。報告は聞いたぞ。マジで？これくらい屁でもねえって。だから言ったろ。お前たちの実力を疑ったことは謝ろう。その分報酬は弾んでおいたから受け取ってくれ。はい。うほー、そういうことなら好きなだけ疑ってくれ。だね。よし。あ、ていうかさ、ちょっと待ってよ。今じゃん。あ、これでいいのか。オッケーオッケー。あ、訓練か。はい、レベルアップ。レベル11?15実績報酬、はい、獲得。図鑑報酬、はい。アイスブレード、瞬間移動。大丈夫？おい、どうしたんだ？落ち着けって。あの悪魔のような姿、唇は舐め回す舌。ひっくり返ったような機械な動き、私は嘲笑う表情。なんだって？そんな化け物みたいなやつがいるのか。どうか助けてください。初めて見たその瞬間から夢の中にまで現れて私を苦しめているんです。お願いします、どうか助けてください。うん。この怯え方普通じゃねえぜ。一体そいつは何者なんだ。知らないんですか？プルロップですよ。プルロップだと？何？私の目の届かないところに追い払ってください。そうそうだ、思いっきり蹴っ飛ばしてください、あの恐ろしいプルロップのやつらを。ほーい、プルロップを蹴る。あっち行き。これで最後？はい。大丈夫？行こうぜ。これくらいで十分なの？言われた通り、蹴飛ばしてきてやったぜ。外見はあんなだけど大した奴らじゃねえから、目障りならお前も蹴飛ばしちゃえって。ありがとうございます。まだ少し不安ですけど。プルロップたちが夢に出てくることはなくなりそうです。サンキュー。こんな楽なクエストもあるんだ。瞬間移動。何なんだよこれ。大丈夫？何かあったのか？
なんでそんなにイライラしてんだ？それがさ、お客さんの一人が変な紙切れを渡してきたんだよ。あんたたちか、それがさ、お客さんの一人がこの世の全てをそこに置いてきたとか言って変な紙切れを渡してきたんだ。あら、その紙切れには何が書かれてるんだ？何？この世の全てを置いてきただと？何かの隠し場所が書かれてると思うんだけど。本当のことが書かれてるように思えないね。タチの悪いいたずらに決まってる。ならその紙切れ俺たちに譲ってくれねえか？俺たちが言って本当かどうか確かめてやるぜ。はい、受けましょう。地図に違いねえ。宝はどっかに隠しておいて、この紙にその場所を記したんだよ。宝さえ手に入れちまえば金の心配をしなくて済む。これからは女王様の行方を追うことだけに集中できるぞ。くはー、はい、どうします。はい、このはずなんだけどな。確かに地図だと。まさかこの草がそれなのか。おい、引っこ抜いてみろよ。うん。うわ、なんだこいつは。お、もう一枚紙切れがあるぞ。あいつが埋まってた場所に。どれどれ、音楽。まさか騙されたのか。音楽こそ我々の真の宝。なんだよこれ。いや、まだ続きがあるな。そう言うと怒り出すことだろう。だが私が隠した宝はそんなものではない。宝の隠し場所を教えてやるとしよう。今度こそ。ふわはん、今度こそお宝ゲットだぜ。なんだろう、 あれだ。あー、なんかあるじゃん。宝に目がくらんだ愚か者め。釣れたのが冒険者ってのが気に食わねえが、まあいい。本命のマネーマム商談のやつらじゃなくて。くそー、罠だったのか。おい、お前ら、客を丁寧にもてなしてやれ。まあ大丈夫でしょう。逆光が強いから、まあ大丈夫ですね。強化してなかったら勝てなかったね、これね。冒険者の純粋な夢をもてあそびやがって。いつか必ずこの世のすべてを手に入れてみせるぜ。けど俺様は諦めねえぞ。ところで、あそこで光ってるのは。さっきのやつらが落としたのか。うわ、宝箱の鍵じゃねえか。マジで。うひゃー、やったぜ。ってことはあの宝箱を開けられるってことだよな。宝箱。特定のエリアにはフィールド内に宝箱が隠されており、開けるためには宝箱の鍵が必要です。鍵はクエスト報酬や魔物の戦利品から獲得でき、ショップでも購入できます。鍵は魔物討伐やクエスト報酬で獲得できます。鍵を獲得したらエリアの中に隠された宝箱を探してみましょう。ほーい、最高だね。はい、トゥンバ移動します。皆様でしたか。大丈夫？すみませんが、今は一人にしていただけませんでしょうか。どうしたの？うわあ、一体何があったんだ？
なんでそんなに落ち込んでるんだ？うん。実は今日から新しい店員が入る予定だったので。新しいカラス帽子をソナさんに頼んで作ってもらったのです。それなのに先ほどその子から連絡があってですね。幸運の鍋で一等が当たったと。だから今日で仕事を辞めると。あら、何？じゃあこのカラス帽子はどうすんだ？うん、申し訳ありませんが、ソナさんに返してきてもらえますか？訳があって必要がなくなったので返品しますとお伝えください。ああ、10、50ね。おお、カラス帽子を返品、これだけで？え、しかも宝箱も。これ、お前さんたち。はいよ。つば九郎のおっさん、何かあったのか？ちょっと寄ってみるか。ちょっとね、うん。お前さんたち、どこかへ行く途中か？急いでるのか？うん。帽子の返品を頼まれたから、ソナの店に行くところだ。カラスのおっさんにな。おお、それはよかった。わしもこの前注文したつば九郎帽子をソナに返品しようと思ってたところでな。一緒に頼めるか？はい。まさか、おっさんも新しい店員を雇ったのか？新しい店員？わしはただ今使ってる帽子が古くなったから新しい帽子を注文しただけだぞ。返品せずに使おうとも思ったんだが、サイズが小さすぎてな。これじゃあ使い物にならん。なんで俺たちがそんな雑用を引き受けなきゃならねえんだ？どうせソナの店に寄るんだし、そう重いものでもないだろう。今度何かいい依頼が入ったらお前さんに優先するから頼むよ。うん、まあそりゃそうだが、考えてみりゃ引き受けたところで損をするわけじゃないな。勇気にぴったり。マジで？帽子を返品するって？ごめんな。まいったな。帽子が3つも余ったぞ。うん。ん？ 3 つ？つば九郎帽子とカラス帽子以外にもあんのか？実はマネーマム商談の贈答用に作った袋の帽子が1つ残ってるんだよ。うん。特殊なデザインだから作るのも一苦労だったのにさ。あらら。帽子もあんたが作ってんのか？まさか。私は不器用なんだ。他の店員が作ってるのさ。それ俺たちがもらってもいいか？なあなあ。え？これを？まあ別にいいけど。いいんかい？いいよ、帽子はあげる。その代わり3つのうち1つだけだ。うん。ちぇケチだな、何の使い道もねえのに。全部くれたっていいじゃんかよ。それじゃあ私が選んでやるよ。使い道はあるよ、リサイクルするとか合成鍋に入れるとか。うわあ、そんなのありかよ。どれどれ、何が出るかな。ふふふ、じゃねえだ。もらえるだけでもありがたいと思います。ありがとう。ああ、それで宝箱なのね。なんだろう、ありがとう。あ、袋いいじゃん。チュートリアル開始。コスチューム、手に入れた新しい帽子を装着してみましょう。キャラクター、ここでは獲得したコスチュームの確認や装着ができます。さあ。コスチューム、さまざまなコスチュームで自分の個性を表現しましょう。手順、メニュー、キャラクター、コスチューム。染料を使用すればオリジナルカラーのコスチュームを作成できます。あなたの個性を存分に表現してください。先ほど獲得した帽子はヘッドドレスの中にあります。袋帽子、あ、いいじゃん。もちろん。エスタバニア名声ランクアップ2。
それじゃあ探しに行こうぜ。うん、地下水路で見た怪しいやつら。クエストクリア、ありがとう。クラスレベルアップ12。ランキング、他のプレイヤーたちとランキングを競い合いましょう。あ、スキルアップマットできる？スピニングブレード。安い安い。はい、報酬受領。なんだかんだやっぱ楽しいんだよな。コレクター報酬？ステータスがどんどん反映されてるからいいよね。新キラー、はい。怪しい箱のところ。ああ、はいはい。18になればボスもね。今蹴ろうとした。受ける。なんだ、また蹴っ飛ばしてくれってか。悪いが俺たちにそんな暇はねえよ。故に急ぎ呼び止めたのだ。分かっておる。この前も呼び止めたのに猛スピードで通り過ぎてしまって我は悲しかったぞ。ごめんな。さてはお前、友達いないな。そうだ、我に友と呼べる者などいるはずなかろう。一生箱の中で一人で生きていく運命なのだからな。そこで頼みがあるのだ。そなたらに外の世界が見たい。エスタラニアのビュースポットを調べる。いいよ。箱から出してほしいのか。頼みってなんだ。そなたらの力では不可能だ。前にも言ったと思うが、俺様に友達になってほしいとか。二度も同じこと言われると試しにこじ開けてみたくなるぜ。じゃああれか。箱の中に一人でいる方がマシやもしれん。そなたのように無礼な友人を作るくらいなら。頼みと言っても大したことではない。我はいつからなのか思い出せないほど長い間箱の中にいた。うん。外の世界がどのように変化したのか興味があるのだ。この町の中ですらここ以外の場所がどうなっているのかわからぬ。うん。まあ勝手にやってくれるんでね。ビュースポット。各エリアにはビュースポットが存在します。手の形のアイコンをタップすると追加ステータスや報酬だけでなく素敵な景色を見ることができます。へー、マジで。エスタバニア。数百年間この世界の大部分を支配している強大な王国。素敵だわ。エスタバニア発見。
ったのだな。この町は？ちった、外の世界を見てきた気分になったか？どうだ？ああ、我は満足である。想像していたより愉快であったぞ。うん。ありがとう。おめでとう。クーのところへ移動。あのでっかいモフモフかわいい。でも白鵬も普通にいいんだよな。どれどれ、誰に話を聞こうか。どうすっか。 あそこにいる警備兵に聞いてみようぜ。もしかすると怪しいやつを見たかもしれねえ。うん。エスタバニアの危機。エスタバニア城で怪しい賊を探す。クリアしたらまたレベル上がるぞ。よう、最近町の問題を解決してるらしいな。噂には聞いてるぜ。だろ。変な帽子と仮面をつけた奴らがここを通らなかったか。ああ、その連中ならさっき商業エリアの方に走っていったぞ。慌てた様子だったが何かあったのか。そいつらはこの国をめちゃくちゃにしようとしてるんだ。早く捕まえないと大変なことになっちまうぞ。面白い冗談だな。ここは天下のエスタバニアだぞ。そんなことは絶対にありえん。安心しろ、俺たちがいる限りな。うん、確か商業地区って言ってたよな。あそこにいるおばさんに。おい、仮面をつけた黒ずくめの連中を見かけなかったか。うん。あ、ごめんなさい。さっきまで外に出ていたので。くそー、手がかりがなくなっちまったぞ。どうする。お、待てよ、あれは。お、おい、あれを見ろ、水路の方だ。うん、あの仮面をつけたやつ、絶対そうだよな。水路で見たやつと同じだ。おい、お前ら止まれ。ち、後をつけられたか。あ、賊を追跡するって。巻き込まれるのはごめんだわ。やっと捕まえたぜ。魔王を逃げ場はねえぞ。その口を永遠に塞いでやるぜ。あ、ボス？やば！ここに魔物か？プレゼントのご感想は？あ、銃！まあ、戦えるか。あ、でもあんま食らってないね。大丈夫大丈夫。守る守る。
まだ来る。まあでも戦闘力強いからよかった。どうする？おお。なんじゃこりゃ。お、王様の。範囲攻撃回避。敵が強力な攻撃を使用する際、事前に攻撃範囲が地面に表示されます。攻撃を発動する前に移動して、地面に表示された攻撃範囲から脱出してください。一刻を争う状況では回避ボタンをタップして素早く回避することができます。レベル8、はい。1606、うん。これ移動してきゃいいんだよね。やばいやばいやばい。大丈夫大丈夫。オッケー。ナイス。ナイス。うわぁ、エデリアン様だわ。さすがはエデリアン様だ。エデリアン様がエスタマリアを救ってくれた。エデリアン様だ。おい、お前やるじゃねえか。ありがとう。これでも王国の騎士団長ですから。ありがとうね。私が到着するまでの時間を稼いでいただいたようですね。おかげでさほど被害を出さずに済みました。けへい、これぐらいだってことねえよ。少しは俺たちを信用してくれてもいいんじゃねえか。どうだどうだ。ひとまず敵の一味でないことは分かりました。うん。はあ、それだけかよ。はあ、分かりました。完全にではありませんが信じましょう。今回の働きに感謝します。ありがとう。お、いいね。これ何クラス？レベル13。はい、ありがとう。スキルサイフォンブレード獲得。これ何？攻撃型。おお、いいね。イマージェも手に入ったじゃん。どうやら我々が考えているよりも深刻なようですね。現在スタバニアで起きている事件は、うん。よろしければ今後のことについて話をしませんか。はい、お願いします。事態の把握。エスタバニア城で現在の状況について話し合う。行きます。
中央広場走り方が可愛いね、エデリアン。皆さん、今回もエスタバニアを助けていただいたようですね。この衛兵から話は聞きました。うん、それほどでもないぜ。連中が使っていた力について話があるんだ。俺たちの国を襲ったやつが使ったのと同じ感じがするんだ。うん、彼らが同じ力を使っているということですか。名もなき王国とエスタバニアを襲った者たちが。確信があるわけじゃないんだが、近いものを感じるんだ。ということは協力しているか同じ組織ということですね。うん、不思議な力を使う集団が世界各地で暗躍している。今はっきりしているのはこれくらいでしょうか。うん、この問題は国家レベルで議論しなければならない重大事項であると思われます。陛下、それは私も同じ考えです。俺も。我々は同じ敵を相手にすることになるかもしれませんね。うん、結局俺たちは同じ船に乗りかかってるってことか。なら今まで以上に協力し合う必要がありそうだな。私としては皆さんの活躍がこれまで以上に重要になると考えています。うん、エスタバニアが本気を出せば簡単に解決できるんじゃねえのか。うん、なんでだ。受ける。敵についてはっきりと分かっていることはありません。このような状況で我々が動けば国民にいらぬ動揺を与えます。水面下で迅速に行動する必要があります。こういった場合、フットワークの軽い皆さんのような冒険者が適任と思われます。うん、確かに一理あるな。この光ってるの何。受ける。よし、俺たちに任せろ。で、まずは何をすればいいんだ。うん、現状行動を起こすための情報が不足しています。そのことですが、エデリアン、こういう時は、うん、ネイトラム様からご助言をいただくのが今できる最善の方法でしょう。はい。ネイトラム？五体の守護竜のお一人です。世界の調和を守る五体の守護竜のお一人です。近くにおられるので、何か重大な問題が起きた時はお知恵を拝借することもあります。そんな気軽に会えるもんなのか。みたいだね。ネイトラム様は我々に好意的です。他の守護竜のことは存じませんが。ネイトラムに会いに行って相談してくればいいんだな。その通りです。ご安心を。私も皆さんと参ります。私はお会いしたことがあるので一緒にいた方が話が早いでしょう。だね。エデリアン、僕、いや、私も一緒になりません。陛下には城を守るという責務があります。私の不在時、前のようなことが起きないよう城の警備も厳重にしておきました。はあ、やっぱりエデリアンにはかなわないな。それでは目的も決まりましたし、急ぎ行動に移りましょう。はい。では行きましょうか。南門に移動しましょう。肩コール受ける。その喋り方が。ここはさ、いくつで解放？15以上。おお、あとちょっとじゃん。そよ風村へ。木爺の庭。これ、お主たち。松野じゃ。はい。
うん。なんか用か？俺たち急いでるんだけど。ネイトラム様の身に何かあったようじゃ。ネイトラム？おお、守護竜のことか？って、だよね。一体何が起きたのですか？ネイトラム様に？そこまではわからぬ。故にポンポンをネイトラム様のもとへ使わしたのじゃ。すまぬがポンポンを手伝ってくれぬか。はい。俺たちもちょうどネイトラムのところへ行くとこだったんだ。いいぜ。おお、そうじゃったか。ポンポンが出発してからそう時間は経っておらん。急げば追いつけるじゃろう。わかった、俺たちに任せろ。うん。では行きましょうか。急ぎましょう。そよ風村通過していきます。あれ別れちゃったけど、ウケる。事態の把握、クエストクリア。あ、よかった。行きましょう。お前たち、ここに何の用だ？うん、おや、こちらは黄泉族ですね。黄泉族の方にお会いするのは本当に久しぶりです。この猫のお姉さんは誰だ？うん、私はエデリアンと申します。可愛らしい黄泉族さん。私はエスタバニアの騎士団長。おお、超偉くて世界一強いんだよね。騎士団長ってことは、うん、そこまですごいわけではありませんが、戦闘ではきっとお役に立てるでしょう。うわあ、それじゃあオイラと一緒に来てくれ。今すぐ助けが必要なんだ。ネイトラムの住処へ行くんだってな。目次から聞いたぞ。そう、それだ。オイラ、ネイトラム様のところへ行く途中だったんだ。とっても怖かった。クス。けど森の友達が急に乱暴になっちゃってウケる。フォールの森の魔物のように急に暴れ出したってことか？またしても？戦闘準備をしておいた方が良さそうです。ですね。ネイトラム様の住処はこの丘の上だよ。はい。よし、行くぞ。警戒を怠るなよ。はい。ネイトラムの住処への道、ネイトラムの住処へ移動する。はい。もうへへ。いやいや、本当に怖い？ドキドキやな。レースレベル12。まあ仲間もいるからね。倒せるは倒せるけど結構ギリギリやな。うわ、
おいら怖くて足が動かないよ。大丈夫？なんだお前ビビってんのかよ。黄泉族の友人は私がお守りします。あなたは周りの魔物たちの気を引いてくれませんか。ユキ様、はい、行くぜ。では行きましょうか。いいよ。コボクレベル13。10体か。武器結晶に。あ、他の人もいる。いてくれたら楽だね。あと5体。7体。あと2。あと1。よし。ネイトラム様の住処はすぐそこだよ。やっとここまで来れた、よかったね。あそこが入り口だよ。あそこ見える？うん。あれがネイトラム様のいる場所へ行く入り口で、はい。待ってください。あれは一体。住処の前に巨大な魔物がいます。ここからじゃよく見えないや。もう少し近くに行ってみようよ。やばそうだけど。おお、またボス戦か。あれはコカトラコだよ。クエスト報酬、はい、ありがとう。よし、クラスレベルアップ14。サンキュー。コカトラコだと？見た目は怖いけど普段はおとなしいんだ。コカトラコはエスタバニアの南の方にいる魔物だよ。コカトラコはめちゃくちゃ強いんだぞ。でもコカトラコは自分の縄張りに入ってきたやつには手当たり次第に攻撃してくるんだ。めちゃくちゃ強いんだぞ。ここはあいつの縄張りじゃないはずなのに。どうしているんだろう。戦って倒せばいいんじゃねえのか。こっちには騎士団長がいるんだし、なんとかなるだろ。え、いいのかな。でも避けられる戦いをあえてする必要がありますか。ポンポンの話では縄張りにさえ入らなければ問題ないはずです。離れて歩けば襲ってこないんじゃないかな。おいらもそう思う。ネイトラムの住処への道、コカトラコを避けて住処の奥へ移動する。はい、行きます。では行きましょうか。はい。え、え、6やん。やったー楽勝だね。止めるのが大変だったぜ。気をつけて中に入りましょう。何が待ち受けているか分かりません。ここがネイトラムの住処か。とりあえずこの辺りは異常なさそうだぜ。風の音がすごい。サンキュー。ネイトラム様を守護する者たちの気配がしません。グズグズしている暇はありません。急いでネイトラム様のところへ行きましょう。ネイトラムの住処への道、ネイトラムの住処でネイトラムを見つける。はい、うん、気持ち悪いほど静かだな。いやいや、ばっかり
フニャたちのあれも。え、なんかいない？あ、違うか。なんだ行き止まりか。おかしいな、絶対こっちなんだけどな。ネイトラム様がいる場所は、何か異変が起きたに違いありません。この先には行けないようですね。手分けして別の道を探しましょう。こっちには特に何もないようだな。ここもダメだな。あれ？ラニア？どうした？急に立ち止まったりして。この少女は、私の名前覚えてる？うん、ラニア愛してるぜ。私はラニア。ソウルタイプマシーンのメインコアだよ。あなたに伝えなきゃいけない大切な話があるの。いきなりで驚いてると思うけど。少しの間だけ私を守って。だからお願い。うん。システムを保護するための抗体みたいなもの。あれはシステムを保護するためのプログラム。抗体って言えばわかるかな。私たちをウイルスと認識して攻撃しようとしてるの。ここはシステムの許可なく作り出した空間だから、私たちをウイルスと認識して攻撃しようとしてるの。数は多いかもしれないけど、あなたなら大丈夫。うん。一体何を？集まってきたよ。準備して。はい。実はソウルガイダーズは仮想現実ゲームじゃないの。これは人の魂を転送するためのあなたは今火の国という世界に、大丈夫だね。ある人に興味の状態なんだけど、問題はあなたの魂を元の世界に戻す方法がわからないって。うん。あとちょい。また抗体が集まってきたよ。うん。未来カンパニーが魂を元に戻す情報を知ってるはずなんだけど、私の権限じゃその情報にアクセスできないの。うん。でも必ず帰る方法を見つけ出してみせるから。はいよ。今こうしてあなたにお話をしてるから、本当はこれも私の権限じゃできないことだったんだ。そうなんよ。あなたとコンタクトできたとき、私がそんなに驚いたか。今までたくさんのプレイヤーに話しかけてみたけど、私の声が届いたのはあなたが初めて。うん。あなただけが持っている特別な何かがあるんだと思う。これ少しだけ耐えて。うん。だからあなたも二の国で元の世界に戻る方法を探してほしいの。分かった。みんなが元の世界に帰れるように、そして未来カンパニーの計画を食い止めるためにも、どうか二の国で生き抜いて。はい。それにはもっと大きな力を手に入れなければダメ。もうあなたは力になってくれる人たちと出会ってるんだよ。みんなと一緒ならきっと目的地にたどり着けるから。うん。よし。これでしばらくは抗体も襲ってこないはずよ。それから私に会ったことは誰にも言わないで。二の国の人たちはもちろん、他のプレイヤーの人たちにも。うん。管理者は直接介入することは無理だけど、モニタリングはできるの。へえ。管理者？もし管理者にバレたら、あなたの身に危険が及ぶかも。ここは私が作った秘密の空間だから、管理者の人たちも気づいていないはずよ。うん。でも、しばらくは今日のようにお話できないと思う。
管理者がシステム異常を感知して警戒を強化するはずだから。時間が来たみたい。次に会うときは私が調べたことを話してあげるね。うん、またね。またね、愛してるぜ。待って、受ける。お、動いた。急にぼーっとしてどうしたんだ。ごめんな。この辺りを一通り見てみたが他の道はなかったぜ。ひとまずあいつらのところへ戻ろう。うん、マジだ。なんだって？一体何をしたんだ？知らない。この辺りを歩いてたら急に開いたんだ。これで下に降りることができそうですね。だね。よし、それじゃあ行くぞ。うん、では行きましょうか。本当だね、また魔物がいる。属性。貴属性の魔物には非属性武器が有効です。非属性武器を使用すると 50% の追加ダメージを与えることができます。非属性ね。ちょっと武器も強化したいな。上げておきましょう。図鑑報酬ベアドル、かわいいです。サイフォンブレード、冒険記録。冒険をしながら魔物の霊痕跡や特産品を冒険記録に登録してみましょう。キャラのステータスやさまざまな報酬を獲得できます。魔物の霊痕跡や特産品は各エリアの魔物を倒すと獲得できます。各エリアにあるビュースポットオブジェに触れると追加ステータスや報酬はもちろん素敵な景色を楽しむことができます。宝箱は各エリアのさまざまな場所に隠されています。宝箱を探して追加ステータスや報酬を獲得しましょう。はい、サンキュー。いける？でも376だからね。おお、いけるじゃん。レベル19。装備分解。使わない装備は分解してみましょう。装備分解を行うには装備カバンから分解アイコンをタップしてください。装備を分解すると装備成長に役立つアイテムを獲得します。分解する装備の質が高いほどより良いアイテムを獲得できます。やっとくか。オッケー。全く退屈で死にそうだぜ。俺たちは忙しくて目が回りそうだってのに。退屈してんなら少しは体でも鍛えたらどうだ。
俺の相棒を見ろ。毎日欠かさず鍛錬に精を出してるんだぞ。そういえば噂は聞いたか。鍛錬か。噂？どんな噂なんだ。伝説の秘伝書に関する内容なんだ。うん、伝説の秘伝書について調べる。はい、調べます。なんだって？伝説の秘伝書。そうだ、伝説の秘伝書。昔王国の長い歴史の中でも一人を争う達人が残したとされている秘伝の書。それが代々伝わっているらしい。へえ。それは今どこにあるんだ。すぐ近くさ。フフニャプロダクションという会社のエルピナとかいう女が持ってるって噂だ。エルピナだと？勇気にちょっかいを出してきたやつのことか。知り合いか。なら話が早い。彼女のところに行って見せてもらうといい。はい。うん。一体何の用かしら。豚さんの方から話しかけられるなんて思ってもいなかったわ。お前本当はすごいやつなんだろ。聞いたぞ。勇気に知ってることを全部教えてくれ。あら、ようやく豚さんにも私の凄さが分かったみたいね。いいわ、スターになるための方法を教えてあげる。芸能界のイロハを一から叩き込んであげるから覚悟なさい。そんなことが知りたいんじゃねえ。伝説の秘伝書のことだよ。秘伝書。なんだ、秘伝書のことだったの。芸能界じゃなくてね。もちろん知ってるわ。私のおじいちゃんのおじいちゃんのそのまたおじいちゃんの本だから大切に保管してあるわ。興味があるならあなたたちも習ってみる。そんなにあっさり教えてもいいのか。秘伝なんだろ。すごいことが書かれているってみんなに思われてるけど、実のところ大した内容じゃないわ。伝説って呼ばれるくらいだからね。書かれているのはすべて基本中の基本。大切なのはそれをいかに根気強く続けられるかよ。途中で投げ出してしまうのが関の山よ。だからそこら辺にいる人に教えても無意味なの。地味とか言って途中で投げ出してしまうのが関の山よ。それでも秘伝書を教わりたい。けど強くなる人っていうのはそういう基本を最後までやり抜く人なのよ。どう？うん。当然だろ。今は手段を選んでいられねえんだ。強くなれるんならどんなことでもやるぜ。鍛錬の書を手に入れました。中身を見てみましょう。はい、ミッション。鍛錬の書。私の名前はエルピナ。へえ。鍛錬の書。鍛錬の書は素早く成長できる秘密が詰まった書物です。鍛錬の書のミッションを達成してさまざまな報酬を獲得しましょう。へえ、いいね。装備を作ろう。お前なら最後までやり通せるはずだ。他のやつにはない不思議な力を持っているんだからな。あなたたちのやる気は分かったわ。鍛錬が必要な時は呼んでちょうだい。はい。ま、私としては芸能界で生き残るコツとか聞かれる方が嬉しいんだけど。そんなことよりね。サンキュー。クラスレベルアップ15。3つ目のイマージェンスロット開放。すべてのイマージェンスロットがオープン。やったね、やったね。よし、まあでも一応全部開放できたからよかったね。同じ帽子かぶってる。よお、お前たち元気でやってるか。保安隊長のおっさん、街の様子はどうだ。治安はいいとは言えんな。忙しくて目が回りそうだ。お前たちのようなよそから来た冒険者がトラブルを起こすせいだ。俺たちのせい。しつけえぞ。俺たちはそいつらと一緒にするんじゃねえ。
たまたま俺たちが町にやってきたタイミングが同じだっただけだ。俺から見れば大した違いはない。うん。近頃の冒険者はどうして町で騒ぎを起こすんだ。ダンジョンに行かずに？俺が冒険者だった頃は市民を相手にトラブルを起こすような真似はしなかったんだが。魔物と戦うことはあっても。初めから軍人だと思ってたぜ。へえ、おっさんも冒険者だったのか。人は見かけによらねえな。俺でも果てなき迷宮の挑戦者と呼ばれていたんだぞ。若い頃はな。まあ随分昔のことだがな。迷宮？なんだそりゃ。ダンジョンの名前か？所詮は素人か。迷宮が何かも知らないとは。なんだと？どうせ大したことねえよ。俺様と勇気にかかればどんな魔境だろうと楽勝だぜ。おお、自信満々だな。それじゃあ俺と賭けをしないか。俺はお前たちが迷宮から逃げ帰ってくる方に賭けるとしよう。果てなき迷宮への挑戦、スタバニアランク2、無限迷宮にチャレンジ、いきます。無限迷宮行ってみましょう。チャレンジ無限迷宮。無限迷宮、無限迷宮にはクリア条件が存在します。さまざまなクリア条件で構成された無限迷宮に挑戦してキャラクターの成長に必要な報酬を獲得しましょう。おーい、はい、体験してみましょう。了解。何回まであるんだ。次のフロアへ。24体か。オッケー。実績チャレンジ、はい、報酬。頼む、いいの来い。130ワイルドブレード、1356。おお、いける？1606。いやーでもこれでも勝てないよな多分。あ、あれ？あ、今までの鍛錬、はい。ビスケットボックス、へえ、めっちゃいいじゃん。あ、一回孵化させる。やべえ、レベル26まで上がりました。オッケー。
イマージョンの困り2段階使用。ああそれでね、ありがとう。ワイルドブレードやろう。ありがとう。なにこれ、さや豆。星2のプチーマージャンの中から一定の確率でいずれか1体を獲得できる。へえ。これは？クラスランク。特定レベルを達成するとクラスランクを上げることができます。クラスランクを達成するとバーストスキル、バッグ拡張等の報酬を獲得できます。手順キャラクター。クラスランク、クラスランク達成報酬は各クラスごとに獲得できます。へえ。あ、あそこにスミカの守護者がいる。おい、なんだか様子が変じゃないか。うん。そうですね。念のため戦闘の準備をしてください。はい。わあ、ゴー。くそ。Thank you。 今度は勝ちたいね。なんかでもさっきよりいいぞ。いや、待て待て待て、お、いけそうじゃん。大丈夫大丈夫。やったようですね、ありがとう。手ごわかったな。だね。おお、クエストクリア、やったね。おかしいな、守護者なのになんで襲ってきたのかな。あの変なオーラの影響を受けたんじゃねえか。今は一刻も早くネイトラム様の安否を確認しに行くべきです。その話は後で。そうだね、あれがネイトラム様がいる場所だよ。うん。守護竜ネイトラムと話す。はい。お、またでは行きましょうか。イマージュンやん。ちょっと待って、あ、最後のイベント報酬すべて受け取る。サンキュー。ちょっと待った、進化の実選択バスケット。好きな進化の実を選んで獲得できる。光か、光光。はあ、1個だけ。最大レベルに達しないとダメなんだ。なるほど。
全部使いましょう。あ、やばい。しかも進化いけるぞ。2個なんだ。あー、なるほど。じゃあいけるいける。ちょっと待てよ。どうなんの？白王進化変わってないね。見た目ウケる。レベル16。今までの子守3段階。あっ、白鵬でこのまんまレベル上がって進化していくんだ。なるほど、姿は変わらないんだね。ウケる。え、またボス？ネイトラム様、ネイトラム様、オイラだよ。そなたは大丈夫？ポンポンだよ。何があったの？ネイトラム様。え？奴らが住処にやってきおった。あの者たち、カオスを扱えるようになったようじゃ。カオス。結局あの者たちはカオスを利用して我を拘束し侵食させたのだ。カオスに飲み込まれてしまった我を利用し、エスタバニアを混乱に陥れるつもりだ。するのだ。我とつながっているカオス。ああ、はいはい、壊したよね前もね。これってホールの森にあったのと同じじゃねえか。同じだね。ひとまずこれをぶっ壊すぞ。うん。でも何もやってこないし。2個か。OK。 大丈夫？エスタバニアの騎士と名もなき王国の守護者か。うん。不幸中の幸いか。最後の希望を、うん、最後の希望を託すに足る者が来てくれたか。グー、大丈夫？カオスコア壊したのに、なんで回復しねえんだ、うん、もはや侵食を遅らせることしかできぬ。我に残された力では。侵食、侵食とおっしゃいましたか？カオスの侵食とおっしゃいましたか？それは一体何なのでしょうか？カオス、あらゆる物質の源、始まりと終わりの間に存在する。あの者たちの罠に陥り、カオスの侵食を許してしまった。不覚にも。ネイトラム様、あの者たちとは一体？黒い輪の会、我らの手で滅ぼしたと思ったが、まだ生き残りがいたようだ。黒い輪の会ですか？
そなたらの力が必要なのだ。名もなき王国の守護騎士よ。はい。え、俺たちのことを知ってるのか。二つに分かれてしまった世界の均衡を守らなければならん。知っているとも、よいか。はあ、そりゃどういう意味だ。分かるように説明してくれよ。残念だが、その時間はないようだ。残されていないようだ。我が力を授けよう。よいか、残された守護竜たちを訪ね、助力を求めるのだ。それから、二つの魂を持つ者よ。はい。ああ、二つの魂を持つ？誰のこと言ってんだ？まさかこいつ？一の国、二の国。この世界を救ってくれ。そなたならカオスの力にも抗えるやもしれん。マジか。これは。やばい。ああ。今の私たちにできることはありません。口惜しいですが。ここを脱出しましょう。巻き込まれる前に、はい。くそ。ネイトラム様が暴れてる。これがそのカオスの力ってやつなのか。そうか。急げ。ああ。皆さん、いらっしゃいますか。はい。俺も。俺様も生きてるぜ。俺様も。皆さん、ご無事のようですね。よかった。はあ、愛してるぜ。クラスレベルアップ16。スキルディフェンスコール獲得。スペシャルパッシブスキルを獲得しました。レベルアップ。スペシャルパッシブスキル。おお、スペシャルアクティブスキル。ガウリオ。ディフェンスコール。3つクリアすればいいからね。今度は多分大丈夫だと思うんだよな。大丈夫だと思う。レベルも上がってるし。さっきは負けだけどね。あ、いけるいける。いけるいける。きついけどね。危ない危ない。素晴らしい。あ、出る。
来て戻ってくるとは、そこそこ腕は立つようだな。それとも単に運が良かっただけか。受ける。賭けに負けたくせに死の子の言うんじゃねえよ。これで果てなき迷宮の挑戦者の称号は俺たちのもんだな。入り口を越えただけだというのにおめでたいやつだ。不審の冒険者なら迷宮の最深部にたどり着いてから誇れ。賭けは賭けだ。報酬をやるとしよう。これをお前たちにやろう。ありがとね。もう何でもいいよ。なんだ、またよそ者か。またとはなんだ。俺たち何も悪いことはしてねえぞ。うん。気分を害したのならすまん。知ったの通り、最近よそ者が町に急増して気が立っているんだ。ついさっきも廃山兵とおぼしき女がここを通ってな。まったくこの町も随分と物騒になったもんだ。ん？廃山兵？近くで戦争でもやってんのか？そういえばそんな話は聞いていないな。あの女は一体どこから来たんだ？まさか。な、その女はどこへ行ったんだ？戦争まさか。確か南門の広場の方へ向かっていた気がするが。うん。エスタバニアで廃山兵を探す。はい、探します。白王ばっか育てとる。おいおい、大丈夫か。大丈夫。まさか守護騎士様、クー様、ご無事でしたか。うん。クリスティン、クリスティンだよな。王国の近衛兵だった。うん。そうか、女王様はあいつらに。そうか、女王様はあいつらに。面目次第もございません。近衛兵でありながら女王様をお守りできなかった私に生きる資格など。何言ってんだ。命あってのものだねだろ。だね。守護石が俺たちの手にある以上心配はいらねえ。あいつらだって女王様の命を奪うようなバカな真似はしないはずだ。このままやられっぱなしではいられません。急ぎ名もなき王国に戻らないと。ああ、それはそうと、俺たち道がわからねえんだ。それはそうと、俺たち名もなき王国までの道がわからねえんだ。ここには守護石を使って一瞬できたからな。道案内は私にお任せください。はい。何も残っちゃいねえな。仲間どころか王国を襲ってきた奴らすら見当たらねえぜ。きっとどこかに私のような生き残りがいるはずです。王国再建の知らせが広がれば彼らも再び王国に戻ってくるでしょう。そうだな、力を合わせて王国を再建しようぜ。みんなが戻ってきたらな。抜かりなく準備しなきゃな。俺たちの手に守護石がある以上、またいつ奴らが襲ってくるかわからねえ。抜かりなく準備しなきゃな。ん？王国の心臓が。あれ？は？守護石が反応しているぞ。もうキングダムがすでに。おお、キングダム。仲間と一緒にキングダムを冒険しましょう。キングダム。二の国で出会った仲間と新しいキングダムを創設したり、他のプレイヤーのキングダムに加入してみましょう。キングダムに加入すると仲間と様々な専用コンテンツを楽しめます。キングダム防衛戦では襲い来る魔物の手からキングダムを防衛します。私のような一介の兵士にこのような重責は。王宮を管理するなどという隊員は私には。お前が来てくれなかったら
王国の再建を始めることさえできなかったんだ。何言ってんだだね。守護騎士様、クー様、ありがとうございます。うん、王宮の管理に最善を尽くします。信頼にお応えできるようどうか女王様を見つけ出してください。必ず女王様を連れ戻してくっから。任せろ。戻ってきた連中のことは任せたぜ。俺たちが留守の間もう二度と失ったりしません。王国も女王様のこともご安心を。戻った仲間と力を合わせより強い国にしてみせます。ああ、名もなき王国は強くなってよみがえるんだ。さてと、俺たちは女王様を探す旅に戻るか。王国のことはクリスティーンに任せて。名もなき王国の生存者。新たな勢力、名もなき王国を再建するために王国の人々が再び集まり始めました。王国の住民と共に王国名声クエスト栄光を取り戻しましょう。ほーい。キングダムの情報はここから。コミュニティ、キングダム。所属しているキングダムの情報や各種活動を確認できます。ここからキングダムの加入や解散も行います。キングダム領地に行きたいときはこちらをタップしてください。キングダムの名声クエストも新たに開放されています。名声クエスト。あなたの王国が新しい勢力として追加されました。王国再建のための名声クエストを進行できます。クリスティーンからクエストを受注して王国を再建しましょう。クエストをクリアする。劇場管理人アントニオ、よく来てくれたフニャたちの楽しい演奏会見ていかないか。新規依頼、木人のところへ。お主たち、人を助けてくれんかの。どうぞ。あ、木人じゃねえか。どうしたんだ、ポンポンのやつはどこ行ったんだ。それがの、先ほど森の方から変な音が聞こえると言って見に行ったきり帰ってこんのじゃ。そのうち戻ってくるんじゃねえか。近頃森の方からよからぬ気配を感じるのじゃ。わしも心配での悪いが、ポンポンを探しに行ってくれんか。うん、意外な同行者行きますよ。うん、ふふ。どうした？どこを突き歩いてたんだよ。木爺が心配してたぞ。あ、お前たちちょうどよかった。さっきからこの辺で変な声が聞こえるんだ。うん、いや別に何も聞こえねえけど。めっちゃ聞こえるやん。うわー、今のはなんだ。ほら聞こえたよね。あの声一体なんだろう。うん、面倒ごとは勘弁してくれ。おとなしく木人のところに戻ろうぜ。でももし友達が危ない目に遭ってたら。ねえ、くぬぬ、わかったよ。行けばいいんだろ、行けば。そんな悲しそうな目で見つめんじゃねえ。あれがみんな乗ってるやつ？もしかして。フォールの森にしかいない猫だよ。友達を背中に乗せて森の中を走り回るのが大好きな、とっても優しい子なんだ。あいつを助けりゃいいんだろ。うん、うん、お願い。はい、大丈夫でしょう。レベルはいくつ？11。ああ、大丈夫です。全然大丈夫だろ。いけるいける。攻撃力低いけどやっぱ。こいつがウダダか。酒に酔ったおっさんみたいな面してんな。ウケる。見た目はあれだけどおとなしいし、すっごく優しいんだ。
ねえ、ちょっとの間だけここを離れてて。ねえ、うたた、まだ森に魔物たちがいるから。にゃー。それじゃ、今度こそ木爺のところへ戻ろうぜ。うん。なおい、ちょっと待って。ん、なんだこいつ、どうして俺たちの後をついてくるんだ。感謝してるんじゃないかな。助けてもらったからね。ひょっとしてこいつが何を言ってるのかわかるのか。なら鬱陶しいからあっち行けって伝えてくれ。ウケる。まさか、いくらオイラでも動物の言葉まではわからないよ。わかんねえのかよ。木爺のところに連れてったらどうかな。木爺だったらウダダを何とかしてくれるかも。はあ、しょうがねえな。これであの乗り物もらえるんだ、多分。無事で何よりじゃ。どうやら余計な心配だったようじゃの。ポンポンのことよりこいつを何とかしてくれ。さっきから俺たちの後ろをついてきてるんだ。ほうほうほう、なるほど、そうじゃったのか。ウダダか。え、こいつの言ってることがわかるのか。助けてくれてありがとうと言っておる。うだたはね、うん。あれくらいどうってことないぜ。お主たちの旅の役に立ちたいとも言っておる。感謝の印として嬉しいね。は？俺たちの役に立ちたいって？まさか俺たちを乗せてくれるのか？そのまさか？素晴らしっこくて可愛らしい仲間を集めましょう。乗り物について説明します。はい、乗り物。新しい乗り物を召喚したいときはここをタップしてください。あ、いっぱいいるね、乗り物。すごい、獲得情報。乗り物を召喚するには専用の召喚石が必要です。うたたを召喚してみましょう。はい。キュートな見た目からは想像できないほど激しい気性を持つうたた。ゼリーが大好物。戦闘力 30% 適用中。へえ。乗る。騎乗ボタンをタップするといつでも選択中の乗り物に乗ることができます。おお。よっしゃ、今よりずっと早く移動できそうだぜ。こいつに乗ればね。楽しいね。ほほほ、この子も喜んでいるようじゃの。これからもウダダと仲良くしてやってくれ。うん。乗り物訓練か。へえ。乗り物。可愛くてかっこいい様々な乗り物に乗ってみましょう。歩くよりも素早く移動することができます。乗り物は成長させることができます。成長させるとキャラの戦闘力もアップします。やった方がいいね。あ、いっぱいあるじゃん。へえ。あ、ゲットしたから。おー、スタバニア勢力やったね。これは使用するとスタンプ余裕を獲得。余裕スタンプをオープン。全然使ってないね。